こんにちは、フレットス芸人の藤村達也です。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりに喋るというか、なんかこう企画っぽい動画を撮って、僕もすごく今日は楽しんでおります。なんでこんなに最近忙しかったかっていうと、ちょっとこう、お仕事的な方がね、動画作ったりとか、そっちの方がお忙しくなってまいりましたので、ありがたい話なんですけれども、本当に走り回ってたんですけども、ちょっとようやくそれが一段落つきまして、今日はね、こちらの動画を撮っております。で、今日は京都の祇園市場にあるバハブラッドというお店からですね、今日お届けしております。なぜこういう感じになったかというと、以前こちらのバハブラッドの YouTube チャンネルに僕が出演させていただきまして、でその時にでよかったら僕の、この藤田劇場にですね、出させてくださいということでですね、こちらも僕は喜んでということでですね、開拓させていただきまして、今回の運びとなりました。というわけでご紹介しましょうか。バハブラッドオーナー&マスター、ご紹介です。平井ラルフミス彦。いや、はい、どうもー、平井ラルフミス彦です。はい、あげっす。いや、今回はね、出演していただきました、はい、ありがとうございます、はい、本当に。で、以前はね、僕はもちろん平井くんのチャンネルに出させてもらって、はい、ほとんど僕が喋り続けてたって感じなんですけども、そうですね、動画編集完璧でした。いやいや、ありがとうございます。まあ、この辺もね、概要欄とかに貼っときましょうか。そちら見てくださいね。前編後編になるんですよ。それから15分ずつぐらいの中にか超大作となりましたので、そちらもよく楽しんでいただけたらと思います。で、今日はですね、はい、平井くんに、はい、何をしていただきたいかというと、はい、さすがに、はい、ジャズバーのオーナー&マスターということでございますので、はいはい、楽器はたしなまれるんですか？いや、全くできないですよ。ダメじゃん。なんもできないです。僕ができるのは本当に手拍子ぐらいですかね。そんなん今どこで、はい、そういうわけでですね、はい、せっかくなんで祇園市場のね、ど真ん中ね、そこ祇園市場のど真ん中のジャズバーのオーナー&マスターなんで、はい、楽器の1つや2つや3つや4つや5つや6つぐらい弾けといた方がいいんじゃねえかと。だいぶ多いな。はいはいはい、ですね、今日は平井くんにベースを教えてみようと思います。ちなみにベースを弾いたことは、親父がバンドマンなので、はいはいはい、ベースはエリック・クラプトンの曲、なんか昔ちょっと弾いた記憶があります。はい、なるほどね、はい、まあ、今日はね、そのクラプトンとかは弾かないんですけど、はい、今日はですね、名曲スタンド・バイ・ミーをですね、いや、もう誰もが知ってるじゃないですか。そうそうそう、歌ってもいいんだけど、まあ、どんないそれはいいんだけどそれはいいんだけど、ね、スタンド・バイ・ミーを今から平井くんに弾いてもらって、はい、それをなんとかセッションするというところですね、この動画内で。いや、もうこういう企画初めてなんで。でしょ、足引っ張らより一生懸命大丈夫だよ、ついに引っ張ってるからというわけでですね、今日今から平井君にベースを弾いてもらって、はい、それをなんとか僕とセッションするというところまでこの動画でお付き合いいただきたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけでですね、平井君には今からこの楽器を弾いてもらうんですよ。はい、お断りしないと感部分がいくつかありまして、はい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 、まずこの楽器ね、はい、僕ね、フレットレス芸人言うてるじゃないですか、はいはい、だから、はい、フレットついてない、はい、ちょっとフレットって分かります？なんかいまいち分かってないです。これね、ベースとかマイターとかっていうと、このね、これシバンって言うんですけど、はい、ここに鉄の棒でこうフレットっていうのが置いてあるんですよ。なんかそれでどこ押さえたらいいかすごく分かりやすいような、そういう仕組みになってるんですね、はい、それがない。ない。ただ安心してください、線は入ってますので。そうですね、そうですね、なんかこの線を目安に入れていただくという感じですね。まあね、最初はこうフレッテッドの、ね、フレットついてる楽器持ってきてもよかったんですけど、ね、ここはやっぱフレットレス芸人のチャンネルなんで、ね、そうですね、フレットレスを弾いてもらうというこのだから僕がフレットレス芸人って言うてダメですか？ダメ、それは言うさ、はい、それは赤、はい、まあまあ弾いてもらいましょうか、はい、じゃあ、もう本当に、ほんまに弾いたことないもんね。そうです、本当に、はい、持ち方ってわかる？持ち方は、はい、はい、どうぞ、はい、意外と、意外と似合うな。あ、似合います？意外となんか似合うな。はい、で、そしたら、はい、音を出してるんですけど、どう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 、ほんまにこの、初めてベース触った人の動き方するよね。そうですね、だから僕、高校やってる
りするんですか、誰かがやってるやつを真似してる。あ、なんかこのありましたね。あ、これね、スラップっていう奏法ですね、はい、で、今日はそれやりません。はい、違う、むしろフレットですよ、それあんまやらへん。あ、やらないです。今日はね、平井くんにはこうね、ツーフィンガー奏法っていうベースのすごい基本的な奏法をやってもらいます。はい、なんかね、この動画はね、たらね、ベース始めて、はい、今日ベース勝ったよっていうね、あ、青少年の子らが見てもらっても、はい、いけるような感じの、もう大丈夫なような感じにね、していこうかなと思いますので、最後までぜひご覧ください。で、まずね、基本的な弾き方、はい、ここになんかこんな感じで、あ、そう置いてるイメージ、そう、はい、あ、そう、これね、ここね、ここのこれピックアップって言うんですけど、ここに親指を置いてこうやって弾く、そうめっちゃ速いですよね、はい、そうで、それでコツはここに人差し指を置いてみてくれる、これを真横に引っ張る、真横に、そうなんか真上かな、ああ、はい、弾いた指が隣の弦に当たる感じ、そう、いい音になるでしょ、こうやってね。それを例えば、人差し指でもやってみてください。そう、例えばそれを中指人差し指で交互にやってください。はい、それでツーフィンガー、めっちゃ楽しいっすっていうのがまず右手の基本的なところね、はい、で、まあ、そしたら今日はね、スタンドバイミーを弾いていくことなんで、じゃあ一回ね、試しに、じゃあ左手ちょっとここ押さえてください、ここね、はい、でね、リズムはこのリズム、はい、ダッダッ、ね、ドゥンドゥン、ダッダッ、そうウェントナイハツカーン、これってね、はい、なんかもうちょっとなんかこうドゥンドゥンドゥン、なんか音がもうちょっとこう、もうちょっとこうなんか綺麗な押さえ方とかあるのかな。あ、押さえ方ね、自分がなんか押さえ方が悪いんかなと思って、押さえ方はまずこのきちんと指先でこの辺、そうあ、で、親指はね、こう回してくるんじゃなくて後ろ側に添えてください。あ、こういう感じ、それでいってみてください。音変わるでしょ。根っこをこうやって握る感じにするんじゃなくて、根っこの裏に親指が添える感じにしてあげるとすごい綺麗な感じで押さえれます。じゃあ次、音を変えてみましょうか。はい、じゃあ今のここのこの位置ね、この位置を2回弾き、今のダッダを2回弾いてください。で、次は何も押さえないで、はい、いい感じ、ちょっとスタンドバイビーになってきたよ。めっちゃすごい、めっちゃ嬉しい。だからこれね、フレットがついてるから3フレット押さえてくださいね、3フレット。で、次開放弦、そうじゃあ次、音は次ここの1個目、人差し指1本でシャットする。そうで、次はこの3つ目にいってください。はい、ありがとうございます。で、ここでまあちょっと整理すると、今フレットがついている楽器だと3弦の3フレットをまずなんとなく2回し弾いてもらって、はい、次は3弦の開放弦を2回し、で、次4弦の1フレットに行くんですけど、ここはドゥッドゥっていうパターンを1回だけ、あー、で、はいはい、で、次ここ1回で、最初のとこに戻る、もう一回整理してみます。はい、整理しますよ、平井さん、整理しますよ、まず最初のここの 3つ目、まあ都合上3弦目の3フレット、ここを出しますね、はい、ここをドゥッドゥッっていうのを考えると、それを 2回やります、はい、OK、はい、で、次に何も押さえないで2回、はい、で、次に4弦の1個目、ここ1フレットね、1回、こっちをドゥドゥを2回、ちょっと1回やってみましょうか、はい、いや、まあこう2回、1回とか言うところだと、1、2、せーの、もう1回、開放弦、間違いがあって、ここでドゥドゥって弾いたね、はい、ここドーンって伸ばしてね、はい、ここはここも2回、全部ドゥドゥ、あ、わかりました、もう一回やってみましょうか、1、2、3、はい、じゃんじゃん、ウクレレ持ってきたんで、いやー、いいっすね、これで一回ちょっと練習してみましょうか。
1,2,3 はい、開放弦今リアルにね、これ今、10分30秒で弾けるようになりました。じゃあ今の頑張ってね、2回やってみましょう。やりましょう、はい。1、2、せーの。平井君はすごくいい感じなんで、はい、ちょっとこうあのじゃあ、ね、3周目、はい、3回し目の時にこんなリズム弾けます。そこまでずっと今のジャッジャーを繰り返してる感じですけど、はいはい、3回し目の時にやりつつ、四周目もやる。あ、オッケー、素晴らしい。はい。オッケー。はい。いくで。はい。1,2,3,4。はい、こう。Thank you.
はい、今ので1番で2番の話していい、はい、2番の話も基本的には、1番まるっきり同じことをしてもらいます、はいはい、じゃあ説明しながら、はい、2番ね、はい、であの1番のサビからいきましょう。あ、わかりました。はい、せーの、セッション、はい、投資のセッションやけど、めっちゃ真剣すぎて今肩がクソ痛いなと思ってあのね、はい、これねガチガチです、ガチなんで本当にこれ実際にあの僕のレッスンこんな感じ、あーこうこうこうや、いやめっちゃわかりやすい、ありがとうございます、レッスン募集してます、本当にわかりやすいですよ本当に皆さんぜひ本当に、はい、これで通ったらこの動画おしまいや、わかりました、あとはもう高評価とチャンネル登録よろしくねと終わりや、はい、ミスったらもう一回や、はい、なんかどんどんこの動画が長尺になっていくという、わかりました、では聞いてください、ベン・イー・キングの名曲でスタンドバイミー、ベースは平井ラルフ光子、いや、ウクレレは藤村達也のデュオでお届けしたいと思います、落ち着け、ワン・ツー・スリー、はい、
やったじゃん。やったー。連発めっちゃ最後最後しかったもずっと笑って連発めっちゃ最後最後しかったもずっと笑って連発めっちゃ最後最後しかったもずっと笑ってたわ。25分でできた。やっぱすげえ。すーげえ。やるー。いや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 。というわけで皆さん、あのね、はい、初心者でも25分あればスタンドバイに弾けるー。いやー、センスなくてもいけますよ皆さん。僕ができるんだよ。ねえ、結構ね、意外といけるもんでね。結構こんな感じでね、ベースさんのいろいろ楽しくいけますので、またいろいろね、機会があったらいろいろ弾いてもらったらね、いいかなと思いますので、はい、平井ラルフ水彦さんでした。はい、ありがとうございます。じゃあこの動画で、ね、この楽しく弾き切ったところで、はい、今日は終わりたいと思います。はい、ではこの動画やったら高評価、いや、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。藤田津劇場でした。ありがとうございました。Ha ha ha ha!